はい、こんにちは、ゴールドです。ですね、今回はですね、簡単に誰かが作ったあのかっこいいカーリバリーをですね、自分の車にコピーするやり方の手順動画です。はい、まあ、これは前回動画にした僕が作った板車なんですけども、まずデザインしたい車、自分の車を選択します。まあ、ゴールドやったらこの板車から乗り換えを選択してもらって、何しますかね、シビックにしますか。シビック乗り換えて、あ、車を乗り換えました。まあ、乗り換えてから、GT オートに向かいます。まあ、GT オートね、解放されるまでどれだけカフェで走らされたか。まあ、初めはね、もうめっちゃ大変でしたね。もう運転下手なゴールドからしたら。この GT オートでカーカスタマイズを選択してもらって、で、初め GT オートでね、これ見ててもなんかどうやってリバリーのコピーするか仕方がね、わからなかったんですね、ゴールドはね。で、同じようにリバリーのコピーの仕方がわからない人や初心者のための動画になってます。で、ここでこのシビックタイプ R に、他の人が作ったね、カーリバリーがこの一番右のスタイルを開くというところに選択してもらって、マイアイテムなんですね。この上のコンテンツを検索、左のね、コンテンツを検索っていうところを、丸ボタンを押してもらうと。そしたら、まあ、タグでアニメとかでやったら、アニメコンテンツのタイプ R のシビックがバーッと出てくるんですけど、これね、再検査、これね、アニメタグじゃなくて、もう何もなしでいいんですよね、これ。そしたらね、多分ね、ほぼ全部出てるんちゃうかな。3ページにわたって出るから。で、この中から、まあ、自分がかっこいいなと思うデザインをチョイスするんですね。どれにしようかな。このイギリスの人が作った初音ミクかな。ミクって書いてあるね。これにしようかな。そしたらそれを選択すると、スタイル。適用されますよっていうのが出てくるんで、これね、左に85万ってね、料金出てるんですけど、これ何なんかって言ったら、カスタムパーツ組んでますよと。うん、この作った人と同じように必要な料金。多分ナンバープレートも変更していて、ナンバープレートの形からだけ3万5000もかかるんやけど、ライトバブル。あ、バルブ。ライトバルブやとか、フロントリア。ホイールも書いてますね。それをまとめて、全く同じものを購入するっていう感じになります。じゃあこれ購入。高いから嫌やっていう人はね、やめといたらいいですね。でもまあ、デザインが気になって、どうしてもそれしたいなっていう人はちょっとね、その人と同じカスタムの料金払わないといけないけれども、このように簡単に、人が作った、かっこいいカーリバリーをコピーすることができます。はい。まあ、こんな感じでね、僕の、公開している、リバリーも、どなたかぜひ使っていただけたらと思います。はい。で、まだ公開してないんですけどね。今からちょっとしようかな。ね、ちょっと公開の仕方も、同時に、公開の仕方もちょっとね、今回同時にちょっと録画してしまおう。初めやった時、公開の仕方もわからんくて、前回の動画の中で、リバリーがオンライン上で公開まだできひんねやっていう風になんか発言してしまってたんですけど、もう全然普通にできてましたね。いろんな人がたくさんのカーリバリーをオンライン上で公開していて。あ、ちょっとこれ。今の、シビックのタイプ R 適用されるまで時間かかるので、ちょっと飛ばします。はい、そしたらガレージに行って自分が作った東海帝王の板車ですね、ちょっとそれに乗り換えて、これをちょっとオンライン上で
公開します。さっきと一緒に自分が公開したい車に乗ったら GT オートに進んでもらって、この下のところですね、 GT オートでカーカスタマイズ、カーカスタマイズ選択してもらったら、次にさっきとはその一個隣の、さっきはスタイルを開くだったんですけど、今回はオンライン上に公開したい場合はスタイルの保存っていうところに進みます。でこの時にスタイル名、これでいいかな、これでゴールドやってるのがわかるかな。でこれを確定させて OK。日本語で検索できんのかな？多分できひんよな。タグかをなんか確かつけるはずやったね。あ、できましたね。はい。マイライブラリにスタイルの保存ができました。確かね、マイライブラリ、これ、パソコン上でも確認できるんですよね。シェアする。これね、OK だったら、非公開なんですよね。公開されなくて、シェアするっていう方を押すと公開できるんですよね。ここでももう一回選択できますね。編集し直せると、全体に公開なのかフレンドに公開なのかも選べますね。タグはね、多分一番人気のアニメって言おうかな。それとタグには自分の名前にしようかな。GOLDEXP をタグにしとこうかな。まあ、これ検索したら自分の車のが出てくると。コメントもちょっと入れようかな。YouTube で動画公開してます。ぜひ見に来てねにしますね。はい。で、これで公開と。よいしょ。なら成功しました。ということで、公開されてるはずです。スタイル開く。で先ほど、あ、自分のマイアイテムどこに出てますね。これをオンライン上で見るには、コンテンツ検索から、アニメにしてみようかな。アニメじゃ出てこへんっぽいな、いっぱいあるからね。こう人気のチェック入ってるのが あったあった。東海帝王初期デカールのみ。こうですね。あ、ダウンロード中になってもだ。無料交換。そらそうやね。自分のやつやからね。スタイル適用。こんな形で、検索したら、自分のが出てくるし、今のやり方で、オンライン上で、公開できると。いうやり方でした。はい。なんかね、もしちょっと、なんか、まあ、大体これでわかるかと思うんですけど、もしも、なんかわからないことあるようでしたら、コメント欄に、ぜひコメントしてください。はい。それじゃあね、今回は、デカール、カーリバリですね。人が作ったかっこいいカーリバリを自分の車にコピーするやり方、または自分の作ったカーリバリをオンライン上に公開するやり方でした。ご視聴ありがとうございました。ほんじゃまた。